動作、なんかついてます。なんかついてます。ああ、取れました。はい、います。はい、すみません。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと展示ではね、コンマ20のタイミングのスタートでしたけど、本番はしっかりトップスタートいきました。ああ、そうなんですね。ちょっとね、一節間ちょっとスタート分かってなかったんで、もう最後ですし、ちょっと早仕掛けで合わせていきました。はい。そこで気になるちょっと伸びない選手もいてという優勝戦でしたけれども、気になる選手はいなかったですか。まあそうですね。もう優勝戦スタート切ったらね、もう自分のターンで1マークだけだったんで、あまり気にしないようにしました。はい。1マークしっかり回っていって、そこからは一人旅でした。今日の調整はうまくいったんですか。そうですね。節間の微調整で大丈夫でした。はい。はい。このモーターの仕上がりですけれども、どんなモーターと言えますか、素性的にも。数字の割には前傾からバランス取れてるなと思ったんで、プロペラ調整だけで行ったんですけども、プロペラ調整すれば反応してくれるし、いいエンジンだと思って走ってました。はい、76号機これからも、ね、注目していただきたいと思いますけれども、今回は札幌ビール杯争奪ということで、結構お家で飲むことも多いですね。大好きですね。お世話になってます。おうち時間充実ですね。おかげさまで、楽しみですね。はい。やっぱりでも埼玉といえばもう須藤ですね。いやー、そうしましょうか。今日から、はい、まだ飲んでないですよ。はい、最後にファンの皆さんも応援してくださっていたと思いますので、メッセージお願いします。そうですね、今年全然成績残ってないんですけども、下半期しっかり走りたいと思います。よろしくお願いします。ガバゴーリ、これで周年も取ってますし、かなり相性はいい。相性もちろんいい水面で、思い出の水面ですし、多分周年以来の優勝だったんで、ちょっと気合は入ってました。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。